なんだ、僕の美しさに嫉妬したモテない男舞台の奇襲か。先生、藤村先生。そんな、まさか藤村先生が僕にこれから生活指導をするためにここに呼んでくれた藤村先生が。よし、いい機会だ、逃げよう。ザックパイ、アウチ。あ、なんだこのニャンコ先生は、新手のスタンド使いか。我々はインベーダーだよ。究極生物が地球に帰ってきた。助けてドイツ軍人、このバーチャルシンガーっぽい喋り方の猫をやっつけて。私は狙われている。はあ、あれ、いや違うような、近いような。ああ、私が狙っている、いや冬騎士を狙っている。だから可愛い女の子たちに猫耳を。あれ、なんでつけるんじゃっけ。私には大事な使命が。強大な軍団、宇宙規模の。あ、ダメにゃ、思い出せにゃい。どうやら先ほどの落下の衝撃で記憶まで吹き飛んでしまったという設定のようです。わかりやすいですか。つまりさっきの爆発は君が落下したことが原因で、さらに困った事態も予想外に発生したと。いいだろう、たとえ謎の生命体だろうと、性別が女性ならばノープロブレム。困っているならブリリアントな僕が静かな木漏れ日にも似た優しさで包んでやろうじゃないか。 No thank you。 そう遠慮せずに。さあニャンコ先生、まずは何か思い出せることはないのか。人の話を聞かないワカメだにゃん。まあいい、私の名前はネコアルク。ネコカントにアカウがあれば生きていける妖艶さの光るジャメーな女。そしてあれ、出身はワニ園。いや、それは目的地。目的、確か長いスカートを履き、予備を持ってスケバンになることが夢だったような。いや、マグロカルカン師匠の下で体得した電波奥義ネコエステで空を埋め尽くすイヌシエルをちぎってはにあげ、ちぎってはにあげ。あれ、それは前作劇場版。ほらあれだ、代表的な口癖は確か、目に見えるものだけが全てではないって。実行、どうやら本格的に記憶が断片化しているようだな。仕方ない、ならば僕がそれを的確に再構築してやろうじゃないか。つまりワニ園出身の君は何の因果か落ちぶれて今じゃポリスの手先、全ての美女を猫耳化せよという大事な使命を受け、宇宙規模の強大な猫耳軍団を設立すべく、まずはこの地冬木へと降り立ち、地上最強のモテ男麻藤慎二の前に立ったのだ。ほう、にゃんか相当突っ込みたい部分もあるけど、猫耳化とか軍団結成は私の金銭にビーンときた、ミグッときた。僕を選んだのは正解だぞにゃんこ先生。美女に会いたいんだろう。そう、この町の女たちの居場所は全てこの頭脳にインプットされている。すげえ、女性限定ながら人探しの達人かこやつ。
フランスの詩人みたいな名字のメガネっ子もびっくりじゃぜ。いいぜ、任せておきなよ。僕がどこまでもクレバーに守ってやるさ。第1話、猫との遭遇。ん？向かった先は落下地点のすぐ隣？冬木の美女の居場所といえば、いまいましい気もするが、まずはエミヤ・シロウの家だ。一人暮らしの男性の家に退去して美女が押し寄せる得意点なんだ。こんなの物理的法則を無視した超常現象だ。やつの家の庭には伝説の大木が生えているのか？ほほう、一つ屋根の下、美女たちと同棲生活だ。とんだハーレムボーイだぜ。そんなやるっきゃないとないけないシロウ先生には、私が瞳ダイアリーを刻み込んでやりたい。おう、頼もう。顔なんだ、被り物を着たセイバーしかいないのか。顔あんなのただの骨付き肉じゃないか。このバカバカめ、バッチ、あれはただの肉じゃないや。この世に伝わり、後にコスモとカオスに分かれ戦う十聖剣の一つ、聖剣ニクスカリバー。ニクスカリバー、その名の響き通り、ニクスの加護を受けた恐るべき剣。その力を封じるためには、主人公が命を差し出し封印しないといけないと言われている。そうか、じゃあ早速だが、僕らの旅もここまでだ。さらば！にゃあ、いきなり逃げるか。普通バカ、違うよ。主人公の命を持って封印しなきゃいけないんだろ。じゃあ僕の命もここまでってことさ。おおい、この場合私が死んじゃわないとおかしいだろ。なぜだ、僕が死ぬのが道理じゃないのか。違う、断じて違う。それが宇宙の真理であり、宇宙の愛だ。お前は間違っている。黙れ、死ぬのは僕だ。私が死ぬにゃ。顔、やったにゃ。封印には命を差し出さないといけない気がしたけど、別にそんなことなかったぜ。というか、そもそも封印する必要がなかった。そして守ってやるさとか言ってたワカメのあんまりな防御力に全米が涙した。まあいいにゃ、とりあえず早速流行る猫耳が第1号。いっそさらに2つ足して四つ耳の生物にしてみるとか。不気味だにゃ、そんなの不気味で可愛くないにゃ。そしてこのもみあげの下には人間の耳もあるんじゃにゃいのか。その場合6つだぞ、6つ。物体 N。
エミヤ邸がダメなら新都方面だな。特にこの公園はいい。どうだい、この潮風の気持ちよさ。やはりカイマは潮に惹かれるようだね。てん、姉さん、ここにもいない。お、第一村人発見。やっほー、ジューチェン、どうする？立派な猫が今一陣の風に乗って襲来。メガネっ子だっこ、しみる。さくら、気をつけてください。またも海生物の奇襲です。またも、はあ、会う人会う人に猫耳菌をつけて回る謎の海生物さん。にゃ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 ぜ、目的がバレてる。にゃ、スパイか、スパイの仕業にゃのか。早速ミッションインポッシブルことに成功しておりましょう。バレるも何も、シロウにバーサーカー、果てには琴峰神父にまで猫耳をつけて回ったあなたではないですか。は？いやいやいや、そんなことしてないっつうか、そもそも私たちの猫耳坂もまだ登り始めたばかり。こんな言い方だとまるで打ち切りだが、そことこどうなのよ、マジで。おい、にゃんこ先生、悩むのは後だ。要するにこいつらにも猫耳をつけてしまえばいいんだろう。先日は理不尽な目に遭わされたからな。この的を信じ、屈辱を忘れん男だ。よし、ならば力を合わせて目的遂行にゃ。ストリートで鳴らしたこの僕の実践的なキック、完全にお前を舐め切ったこの僕のキック、加速し続ける僕の魂のダイブとこのバック、勝った。なんという千の言葉より残酷な僕という説得力。にゃんこ先生も僕の活躍を見て惚れちゃいけな。はあ、このメガネっ子に猫耳をつけたら、メガネはどこに隠ればいいのかにゃ。スイートスポット？いやー、この猫聞いてねえ。というか僕の活躍を見ちゃいねえ。ヴィーナスですら嫉妬する僕の妙義で、サクラとライダーを倒したこの僕を、力合わせて戦った無二のカメラーデンたるこの僕を、おお、美の女神は僕を試そうとしているのか。貴様が全裸で乱馬で踊りながら、電柱でござる電柱でござると叫びつつ、本マグロで自分の胸板をビッタンビッタン叩いてたとこなら見た。そんなことみじんもやってねえ。というか、さっきから貴様戦闘では役に立たなすぎだにゃ。守ってやるさと言っておきながら、次々発覚する防御力偽装疑惑。盾として空気抵抗以下、そんな気もします。いつか言うと思った。うわー、お前なんかゾンビだらけのショッピングモールに72時間閉じ込められればいいんだ。第3話、猫の教会。劇場のあまりワカメと喧嘩別れしてしまったが、美女探しはまあ自己責任で続けられるにゃ。暗い暗いという前に進んで明かりをつけましょう。
まずは高いところから下界を眺めてみるにゃ。第一章、俯瞰風景。ルールルルルルルー、すげーて。見つけたわ、化け猫。最優先捕獲対象とか言って私を追いかけ回し、お母様とキリツガを喧嘩させたし、聞かせてもらうんだから。はあ、最優先捕獲対象。あれ、いや、それは間違えてないような記憶もあるけれど、どこかでお会いしたことありましたか、モネム。というか、キリツグ、誰それ。そもそも私によそから人間を引っ張ってくる力なんてないのだが。ちょいて。猫耳菌の大元であるあなたを倒して変身ステッキはいただくわ。だからニャンのことだ。ステッキってニャンニャ。猫耳菌は、いや、それはそうなんだけど、ニャニャニャ。白状しましたね。この町に猫耳菌をばらまき、ウェアキャット量産計画、人を獣に貶める邪悪なる野望はここで阻止します。行くぞアッキー、当方に人間の尊厳あり。だからこの人も誰、おかしいや、絶対何かおかしいだ。4話、ヤタフライエフェクト。結果として美女たちに猫耳をつけて回ることに成功してる私だが、どうにも納得がいかないのであった。ふん、大気圏突入に失敗した挙句、乱入者の一撃を食らって強制退場させられた割に元気なのよね、この猫。はぁ、貴様は誰じゃっけ。なるほど、このシンジと一緒に行動してた猫アルクという稀有な可能性の世界が他の平行世界にも影響してあんな行動原理になったのだわね。平行世界？貴様、正体はラクリマからの使者か、もしくはシャングリラ。猫のトルクは渡せないんだな、これが。そんなのいらないわよ。というか何よそれ。平行世界、それを自由に行き来する貴様という存在、何かがもう少しで思い出せそうにやのに。はまさか行く先々で遭遇する猫耳か候補たちがおかしなことを言って襲ってくる理由って。せいかい、平行世界のあなたが敵に回した別世界の彼女たちよ。じゃあもともとこの世界にいた美女たちは。そして私の運命は。あ、それは別に何もしないのだわ。あれ、シンジにおかしな方向性を植え付けられたこの世界のあなたこそが他世界のあなたの言動をおかしな方向に歪めている起点なんだもの。潰しちゃってどうするのよ。私たちの娯楽として別次元の存在をあなたにぶつけて混乱してるとこを笑わせてもらうぐらいね。私たちときましたか。どうやら貴様には根掘り葉掘り聞く必要があるみたいだにゃ。葉を掘るってどういうことかよくわからんが、くそーくそーと切れ毛を見せておいて、こういう結果、グレートキャッツビラッジ。
にゃにゃー、なんかどっかで見た背景だけど、今ここは私の結界となった。一定のエネルギーを蓄えないとこの世界から脱出することはできぬ。具体的に説明すると、そこに転がっているボールを一定時間所持すれば脱出可能になるという仕組みです。わかりやすいですか？そうですか。面白いわね。その思考を付き合ってあげるのだわ。いでよ平行世界の英雄たち。それマハリクなんとか、エコエコなんとか。お？アイリュア、返してもらう。ギャー、何この声。これが胸キュー。私の猫缶フォークがなぜかビックビック動いてるにゃ。いやー、でっけえロケット花火ってのがどうしても見たくってさ。ほら、下ばっか向いてる江戸のみんなも上を向くって寸法さ。そして種子に何か別のものが混じってる人も来た。さあ、この猫をやっておしまい。巡り合い猫。帰り落ち。にゃんにゃにゃ。エネルギーは私のものにゃ。この溢れ出るパワー、輝き、おお、マハカラ。にゃんだ。おお、なんかご恩がしたけど、誰も来てにゃい。ん？なんか気配がしたんだけど、ルビー以外誰もいない。あ、あんたたち何を言って。ああ、そうか、二人の存在が近しいから世界が矛盾を起こさぬように認識させなくしているのだわ。ん？ん？うん、うん、あれ？声が遅れて聞こえてくるよ。何やってんのよ。本当は認識できてるんじゃないの、あなたたち。いや、全然。なんかすごくバカにされてる気がする。へえ、めんどくさい。ほら、お互いここにいるでしょ。手をつないで。いや、そんな。は、激しい。聞いた？愛の目覚め！うわあ！何？何なのこの衝撃波！ああ、そうだ。だから同一存在が接触して矛盾を発生させないようにしてるんだった！この姿でもうっかり属性治ってません、私。おお、思い出したにゃ。マクロの空を貫いて私を撃ったイカズチが目覚めてくれと放たれた。そう、私の名はネコアルク。バイトでコスモパトロールも営む宇宙から来たティーンエイジャー。銀河中心に救う邪悪な影が地球を狙っているという通報を受けて、コスモ漁船で銀河中心殴り込みに行こうとするも、コスモボイラーがコスモ故障してコスモ座礁。ジャンが怪我の巧妙、逆に地球に飛来した邪悪な影との遭遇に成功し、抱きしめた心のコスモの力で圧倒しかかるも、謎の第三者に不意打ちされこの体たらく。そ
やつの真の企みってそういうことだったのか。うかつ、この海のアルクの目をもってしても見抜けなんだわ。まあ最初から見抜く気もあんまりなかったけど。そうか、邪悪の影が極端な猫耳嫌いだから、予防策として魔法少女因子を持った美少女たちに猫耳を先手打ってつけて回って阻止しようとしてたんじゃにゃん。私に、あの悪名適当なことを。うわ、まずい。なんかこの猫ショックでいろいろ思い出してる。ムーンもなんか記憶を共有してる。なんだかあなたとは良き友になれそうね。宿敵と書いて友と呼ぶほど。ふん、近づきの印にこの猫缶フォークをやろう。これで平行世界の力ちゃん、じゃなくて規律がさすがいい。ダンケシン、でもまず刺されるのはあなたよ。いやー、ニャニャス、裏切ったな。僕の気持ちを裏切ったな。バッカモン、この私とてマジカル四天王の一角、それを倒せる力なくしてなぜ奴が倒せるか。ドーンと来い、ドーンと。さすれば八つ目の秘密基地の場所も教えんことはない。おお、アネゴ、私に稽古をつけてくれると。うわ、その胸借りるっす。あー、もう勝手にやっちゃってよ。さっきも言ったけど、私はここのあなたには不干渉だか。うん、お前の胸はこれ以上借りちゃうと大惨事になるからにゃ。よし、殺す。おきゃエンジョイテクドライブ。ドイツ人。にゃんこちゃん、あなたには教えられたわ。猫もまた自然の一部。私は今になってあなたの立ち位置を知った。なのに私は。いいのよ。でも見てください、私の体は一辺たりとも TM 細胞には侵されていないのです。わかっていた、わかっていたのに。ドイツ人、ドイツ人。いや、やつの居場所教えろよ。あ、はい。まあ、あなたならやつを倒せそうだし、約束通り居場所を教えてあげましょう。やつのいる地、それはルビーランド。海と大地の間にありそうで、その実そうでもない超魔界村。具体的な存在地は魔力の流れと時空の変動とやつの気分次第だけど、今現在はあなたに進行を邪魔されたせいで再び銀河中心みたいね。わーい、フェイトの法則が乱れすぎてる。まあ私もその一環だけどね。ならば記憶も戻ったことだし、コスモパトロールとして役職に復帰するか。出ろーい、コスモ漁船。
行ってらっしゃい、猫。帰ってきたら、お帰りなさいと言ってあげるわ。第6話、ニャンタスティックプラネット。いやー、防衛ラインはあると思っていたが、まさかこれほどとは。当たらなければどうということはない。コスモインメルマンターン、スペースバイルロール、大宇宙スプリットエース。全然ダメでした。こうなれば最後の遮断。逃げるんだよ、あの惑星に逃げ込むにゃ。おお、たまたま降り立ってみたものの、ここは一体ひょっとして地獄、もしくは超人墓場。どうやらコスモ地下遺跡という感じかにゃ。にゃにゃにゃんだ、壁に人間が。いや、人間の魂とか精神とか、なんかそういったものが埋め込まれている。一枚絵が用意されてないのが残念ですが、しかもそばにいるだけでビンビン感じちゃう。このオーラ、ただものじゃない、ただものじゃにゃいにゃ。ピ、侵入者発見。にゃ、不審人物を確認。排除行動に移る。ロックオン、狙い撃つ。おお、あの怪犬、面白おかしいロボか。間違いない、これはキャッツの手下。となると、このオーラの持ち主をニャンとかすることが、すなわちキャッツへの嫌がらせに直結すると見た。ニャッニャッニャー、災い転じて福となす。クソなえあれば嬉しいニャー。上級猫デンエーカーン、わかっ。オーラが本来あるべき場所へとセーリングフライしていく。行き先は因果地平の彼方。意表をついてオランダのスケベ人間だったら面白いのにゃとかつぶやいてみる。どうもあれ、おさらば、おさらばでござる。オーラの主よ、あたしは待望の連続ワープで一気に敵本陣に乗り込むにゃ。第7話、ギャラクシークエスト。にゃにゃにゃ、空間転移によるルビーランド教習、我奇襲に成功せり。我々方位に成功せり、せりせり。あれ、すんごい方位されてるにゃ。不細工お化けが来ると分かっていて、この私が手を講じていないわけがないじゃないですか。
そんな貧弱でステルス性もない漁船で奇襲なんて成功するわけないですよ。怖いし、しまった、こんなことになるならレンタルのコスト漁船じゃなくグレートキャッツビレッジが誇る最強宇宙戦艦ニャンドロメダで来ればよかった。CQ、CQ、我が王国の精鋭アマドンフォースよ、奴らに戦争というものを享受してやれ。みんな里帰りしててお盆まで帰ってこにゃい。おめえらグレートキャッツビレッジが出身地じゃにゃいのか。なうらば我が表裏一体の存在、猫歩くカオス、今こそお前の出番にゃ。熱海に温泉旅行に出かけててこっちに来れない、カオスのくせにくつろぎのひとときか、舐めてんのか。おお、ピンチの時にはかつてのライバルが急遽に現れる。イヌシエル、ウルシュナイ、お前の見せ場はただいま、ただいまがその時なり。メガネを洗浄してる最中だから来れないだろう。あなたにはサンプルになっていただきます。無敵の対化け猫殲滅兵器、猫カオスブラック G666 開発のために。いいや、貴様らにそんな玩具は必要ない。な、どこのストライダーですか。あ、貴様は。待たせたな、守ってやるって約束しただろう。それに騎兵隊は遅れてやってくるものさ。僕の美しさが止まらない、くらえ、フライングメランコリックケスカーニバル。隊列が乱れた、今だ、審査ビーム360度照射。見たか、僕たちの友情のツープラトン。君、勝敗は常に顔で決まるのだよ。ブサイクと怪獣が悪夢のドラマチックバトル開始、ルビーちゃん的に見たくありません。ワカメ、貴様どうやってここに。コスモ漁船の船底に潜ませてもらっていたのさ。海藻だけに絡みつくことには定評があるな。あと決定的ピンチに陥るまで出てくる気がなかったあたりに一抹の怒りも禁じえないが、とりあえず助かった。テッキュー。まるでワゴン売りの300円 DVD を無理やり見せられた気分です。許しません。この銀河を舞台にしてあなたのような矮小な存在が勝ち残れると思わないことですよ。僕を誰だと思っていやがる。銀河が舞台、望むところ、むしろふさわしいと断言する。革命の銀河ルネッサンス、ドッカーン。おお、言葉の意味はよくわからんが、とにかくすごい自信だ。事態は面白おかしではなく不愉快な展開になっているようですね。キャー、期待の新人待ってました。うん、きちゃま、きちゃまのせいで、きちゃまのせいで、あたしは。ふむ、積もる話もあるようですが、今はもう決戦の時、おしゃべりはまたの機会にしましょう。
望むところにゃ、この拳でもって語りかけてやる。ありえません。まだ私たちが敗北するには早すぎます。早いか遅いかの違いだけで、貴様らが私に敗北するのは世界の法則だにゃ。多分ブサイクのくせに。でもまだ私たちには人質が。おっと、女たちならもうこの僕が助けておいたのさ。惚れ惚れするほどのゴッドスピード。僕自身の有能さが怖い。まさかシンジに助けられるとは思わなかったな。へえ、ルビーランドの奥底にある地下牢をどうやって見つけたんですか。バカめ、この世全ての女性の居場所はこの僕のマリンブルーな脳細胞にインプットされている。よくわからん変な伏線が回収されたんや。ともあれ、これにてコウコの憂いなくコスモ犯罪者をこのコスモ手錠でコスモ逮捕して。はっ、ね、猫耳軍団の張本人がここに。ここで会ったが100年目です、リン。ええ、企みは阻止する。もはいて、コウコの憂いがここにあった。この人たち情報が古いままじゃぜ。なんという情報弱者。アップデートはこまめにお願いいたします。待て、違うんだ、落ち着いて話を。おかしいと思ったのよ、あんたも猫耳軍団の幹部だったのね。などれ、みんなこの海生物をやっちゃおうよ。にゃー、違う、記憶を失っていた頃の私と違う。今の私は平和を守る正義のコスモバトラー。敵機、あそこのステッキがいいね。どさくさで逃げた。シスターもいいね。うわ、みんな逃げてるにゃー。 X バカな、戦闘には勝ったのに、なんでイベントシーンで敗北するんだ。貴様にゃ、貴様のせいにゃ。貴様が横にいるからこんな面白おかしい展開で転落するんだにゃ。なんという予定調和なオチ。皆様ご満足いただけましたか。カリバー、ダメだ、この世界ではあと一歩のところで悪を阻止できなかったにゃ。別の世界では違う仲間と出会って決着をつけてやるにゃ。おお。